はい、友永美代です。今日はめちゃめちゃ道路の横にいます。今日はずっと行きたいと思っていたミニブタカフェに行こうと思います。やったー、もう嬉しくて涙が溢れ出そう。もうね、すぐそこなので行きましょう。道路です。あ、到着、早い。じゃーん、ミニブタカフェにやってきました。行きましょう。それではミオチャンネル、どうぞ。初級ですよ今の。勢いがすごい。怖い怖い、ね。みんな結構勢いすごいので。すごいですね。はい。持ってない。大好きが一番あの優しいです。そういえば動物あんま触れないの忘れてた。犬とかもそんなに触れないんだった私。お前ら怖い。黒子が優しいって言ってましたもんね。黒子にあげよう。ほら見て見て、勢いが本当に半端ないんですよ。ほら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 、手食べられるもん。でもなんか鼻鼻って感じ、あげた時に動いてるの見ると可愛いね。見て、可愛い可愛いけどちょっと怖い、やっぱりね、可愛いね、ね、可愛いね。何も持ってないの見て。1時間この体勢、幸せな空間すぎませんか。可愛い、かわいい、かわいい、ほら、かわいい、かわいい。私目線、なんとか来ちゃう、ほら、行くよ。あ、これそうです、今、あなたは今1歳9ヶ月になって、今3階にいます。ね、おしっこ漏らした。だって、おしっこ漏らしたじゃん。ねえ、すいません、誰がしました。その子です。大輔、こら君。しかもこれさ、何枚マットやってるの。これ全部変えるんですよ。最初の方全然来てくれなかった。笑い止まらん。あ、上手。あれ、なんでこれ可愛い、見て、お尻が可愛い。何してるんだろうか。あ、見て、二人で入ってっちゃった。私の足の中に。ビチャビチャのさ、鼻でさ、触るのやめてくんない。見て、入ってっちゃった。何事？何事？スーパー見てました。隅にいる。いや、餌持ってるからですよね。そうそうそう、全然動かなくて。で、お店の人も。見て、もう怒ったってさ、そんな怒ったって持ってないんだもん。そんなに言わなくたっていいじゃん、仲良くやっていこうよ。仲良くやっていこうよ。ほら見て、おーおーおお。はい、解散。はい、お疲れ様。可愛いですか、結構やっぱり。いや、可愛いんですけど。はい、すごいなって思って。何がですか。豚さ、豚からの圧。圧、うん、結構あのご飯に関してはやっぱりすごいの で、うん、すごいですね、勢いが多分すごいですもん。すごいです。でもなんか匂いとかあんましないし、いいですね。そうですね、結構匂いは。もう落ち着いて。
落ち着いて。かわいいでもすごく。あと結構やっぱ大きくなるので。あ、やっぱなるんですか。そうですね。これより大きくなりますか。もういっぱい結構はい、今まだこの子たちよりも3倍とか、だいたい10キロから15キロくらいには成長して。大きくなった豚はもうこのカフェにはいられないんですか。あ、ですね、私たちのカフェが一応保育園みたいなトレーニング施設のようなものになっていて、ここで人間に慣れてもらって、うん、でみんなこの子たちはあの一般のご家庭にお引き渡しさせていただいてて、そうなんですよ。なんで大体どれくらいするんですか。大体ですけど20万円から35万円、しっかりと、はい、しっかりとした値段です。そうですね。でもあの手術とかもうこちらで全部避妊手術とか去勢手術とかそういうのは全部これですね、全部あのこちらでやってからお引き渡しになるので、また入っていくんだ。めっちゃ入っていくんですか。そう、あの結構この子とかは潜るのが大好き。あー、でしょうね。すごいですね。すごい潜っていきました。そうなんですよ。はい、ということでただいまミニ豚カフェに行ってきました。めちゃめちゃ楽しかったです。もう何年もずっと行きたいなって思い続けていた場所だったので幸せいっぱいでした。ただ、まあ結果家に迎え入れるか迎え入れないのか、ここをまあはっきりさせておきたいなと思うのですが、結果発表、買いません。現実をね見たんですよ。やっぱりすごい大変そうでしたし、すごい太ももにね乗ってきてくれるんですよ。もう太ももがヒリヒリしちゃって、すごいやっぱ大変なんだなってなんか改めて思いました。でも可愛かったので、なんかたまに行って癒されに行くのはいいのかなと思っております。ということでありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。